が。そんなのないじゃんか。私いつも一人じゃん。一人が割と多いだけど。あの陽子ちゃんは何とも思ってなくても、陽子ちゃん狙ってる男の子とか結構いるから、そういう話を聞くのがね、すごい楽しいんですよ。いろんな人いたね。いたよ。私だからそのパーチゲンの時から、5年経ってるけど、その5年の間にやばいやばい80人ぐらい名前聞いたんちゃうかなっていうぐらいすごいですよ。すごい今予想外の絶対嘘ですよ。あやばい、私のイメージがなんかおかしな方向になるこの番組で。いやいやいや、カットしてもらえ。80人っていうのはその牧陽子に対して80人が片思いしてたって80人だから。そうその変な意味じゃないよ。私でも天才肌の人にすごい惹かれる傾向がある。天才肌、外見とかはどうでもいいんだけど、描く才能とか演じる才能とかなんかいろいろあるじゃん。そのもう秀でた人がすごいね、惹かれてそれは憧れっていうのもあるわけやんか、もちろん。それと付き合うことってできる？え、できるでしょ。そうなん？でもさ、その最初がさ、そのなんつうの、要は100点なわけでしょ、で付き合ったとして100点以上なることないじゃん。でもそれに耐えられる。私あります。耐えられる。私絶対大体100から入るんだよね。ダメなパターンよ、ね、大体100から入って相手がもう神様のように入って、でそっからどんどん限定してるんですよ、すごいですよ。最初もう神様みたいに言ってて、1ヶ月か3ヶ月ぐらい経って会った時にケチョンケチョンで、割と早いね。だってどんどん見えてくんだもん、ダメなとこが、やっぱ人間なんだなって思った瞬間に何やと思ってんの。男前って苦手だよね。苦手。私もイケメンだっていうだけで、やっぱイケメンだって言われてんだろみたいな、そんな感じは思っちゃう。そうやね。でもさ、イケメンでさ話面白いやつあんまいなくない？やっぱさ、ちっちゃい頃からさチヤホヤされてさ、かっこいいさ、そう、ちょっとしたことでさ周りを笑ってくれるじゃん。そうなんだから、そうじゃない人の方がモテたいみたいな欲求があるから、なんか頑張ろうみたいなとこがあって面白かったりするけど、ね、イケメンで面白いやつって会ったことない。なんだよ、ずるいよな。すごい、ずるいよな。だって女なんかもう本当にもういくらでもだよ多分。ちょっと顔がいいからってなだけか。いいからって、ね、イケメンって私この前聞いたんだけど、イケメンってすごいらしいの。何がすごいって振られるって思ってないんだって。すげえ。だからそう、どんなに断られてもすっごい何回も行くらしいの。なんか俺を断るわけがねみたいな感じで。すごいなそれ。それがまあある某有名俳優なんだけど、名前出すね。ちょっと後で収録終わってほしいって教えます。すごいらしいですよやつは。あ、そう、そうなんや。珍しいけどね今時。なんかさ、ガンガン来る子も少ないじゃん今。どっちかっつうとなんか、むしろ来てほしいぐらいな感じでさ。ガンガン来られたことないもん。ないよね。ないな。私なんかガンガン来たらもうすぐ入っていくよ多分。好きかどうか分かんないけど入るみたいな。そうだな、お前絶対そうやもん。悲しいよな。今最も注目の牧陽子さん、彼女の存在を一躍世に知らしめた作品が映画パッチギ。初共演のこの作品で2人は撮影のため京都で合宿生活をしたそうです。女同士の共同生活、2人の距離を縮めたのは靴下。もう5年ぐらい前ですよね。あ、そう、5年ぐらい前で京都でね、現場入って、でその汚い民宿にいて、そしたらいきなり半泣きみたいな顔で、なんで一緒にご飯食べに行きましょう。そうそう、一人で食べるのは寂しいみたいな。そう、そんな可愛い人。本当なんか本当に仲良くしようっていうあれ何にもなくて、なんか一人でブラ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 どっか行っちゃってさ、すごい寂しくて、で靴下買いに行くって言ってたよ。最初二人だけだったかなんかあったよね。すごい寂しくて、あんなボロい民宿でさ。そうそう、それでなんか、一緒に行こうって言われて、私は一人が好きなんですよやっぱり、楽やから。でうわなんか鬱陶しいなと思ったけど、鬱陶しいなまあえっか早済まそうと思って、それで行ってな京都の汁でご飯食べて帰る時に、その時にあれ靴下買わなくていいのって言ったんですよ、よく覚えてんな。あ、この子英語かもしれんなって思ったのよ。靴下の心配してくれた。靴下って何時間前に一言言っただけやのに、こう思い出させてくれたから、そこらやな。そうだよね。そっからだって二人で今日もうパッチゲーそっちのけでさ、京都そっちのけそっちのけじゃないよ。問題あるめっちゃ頑張ったんだよ。そっちのけで京都あれやったりしたじゃん。何こうやって
あ、人力車みたいな、人力車みたいな、やったやった二人の観光じゃん普通に。そうそうそう、なんかでも意外、一人が寂しくて江口になんか言ってきたっていうのがすごい意外。だってめっちゃ寂しがり屋さんやもんな。いやでもあれ普通のもんな、私の方が寂しがり屋だけど。すごいんですよ。だって私泣いたことあるもん。なんで寂しすぎて。そう、その休みの日何もすることなくて誰もいなくて、うん、もうなんか何していいか分かんなくて、だんだん自分がすごいかわいそうになってきて、うん、でテレビ見てもなんかすごい虚しくなってきて、うん、でベッドでゴロッゴロやってて、うん、もう何したいか分からんみたいな、うん、もうぐわー泣いて、うん、私には友達なんていないんだみたいな感じ、うん、あ、そう、ぐわー泣いたことがある。連絡すればいいじゃん。そうですね、それだけのことやんの。じゃあエリカもそうだったよね、きょんじゃね、ね、一人でカラオケとかしてたよね、一人で。そう何時間か忘れたけど、ずっと言ってたもんな。きょんじゃがさ、うん、買い物好きでなんかつなぎみたいなやつ買ってて覚えてる？つなぎみたいなやつ買って、もう和室なんですよ、8畳か9畳ぐらいの汚い、うん、そこにかけてあるんですよ。かけてあった、もう光り輝いてて、そのつなぎが。何その光り輝くつなぎってどういうつなぎ？買った洋服たちを展示したんのね。あ、そう、綺麗にかけてあるの、京都で買ったのやつは、ね、それ来たりした、その来たもんな、勝手に勝手にして、そうそう、着てない、着てた、バレなかった、全然僕に似合わないんだよね。そう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 、暴走族みたいだったもんな。そうそうそう、楽しそうね。そんなことして遊んでた。バレたら大変だね。楽しそう、めっちゃ綺麗だよね。なあ。でもどうなの、俳優さんとさ付き合うとかってさ、付き合ったことあるかどうか。私絶対無理。うん、私もあんまりよくないと思う。絶対無理、俳優なんて。なんかさ、私2人ともさ女優さんじゃん。で女優さんってさ割となんか楽なんだよ、覚悟がある感じがして、うん、仕事に対しても別になんかプライベートもそんな気がするし、うん、男の俳優さんってやっぱりこう僕を見てみたいな感じの、うん、結構なんかちょっとする人って、ナイーブな人、ナイーブだよね、うん、多いかな。 そんなに全員のこと知らないけど、うん、仲良くなった子の話とか聞いたりしたら、そうそうそう、ナイーブじゃない、結構。だってそんなことない、そうってね、うん、女の人の方が強いかもね、うん、俳優さん。でも田田さんなんかちょっと言い寄られたりすることじゃないですか。全然モテないよ、映画監督って。なんで？それぐらいモテないよ、引くって。でもなんかありそう。ない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 、連絡先渡されたりとか。怖がられるかもしれないですね。怖がられる、怖がられる。連絡先とかも絶対聞かれないもん、うん、だって葬式聞かないですもんね、現場のね。そう、怖いよ、引くよ、男だったら。うんうんうん。映画の撮影で共同生活をして以来5年の付き合いになる牧さんと江口さん、二人にはある共通点があります。牧さんは兄1人、弟2人の4人兄弟、江口さんは兄2人、姉1人、妹1人の5人兄弟という大家族で育ったこと、兄弟が自分自身にどのように影響を与えたのか。兄弟が多いとなんていう の、 その主張しなきゃみたいな感じになるの。あのね、食事の時すごくなかった。いや、うちはな、もう割とみんな諦めてたよ。そう、諦めてた。何を諦めるの、食事で。下のものを諦めてた。あ、やっぱ兄ちゃん2人が強いから、うん、ファミコンとかも、うん、あの兄ちゃんがやってて、で後の下のものは並んでじーっと見てただけ。兄ちゃんやらしてとか言えなかったもん、うん、お兄ちゃんから受ける影響ってどんなのな。私姉だからいまいち分からない。あのね、兄ちゃん言葉遣い、まず。あ、そう、うん、言葉遣い、ね、しかも男だから、うん、なんかやっぱ頭みたくなるんですよね、兄弟の中でも、うん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 、だからお兄ちゃん、みんなお兄ちゃん好きだし、そうそうそう、弟とか逆らわない絶対に、うん、絶対に逆らえないですもん、長男には、うん、そうそうそう。でも一番下が一番なんかいろんなこと見てる気がしない、うん、なんかうちはもう神様みたくだったら、あ、偉いな。もう弟がだからもう散々ダメ人間たちを見てきて、うんうん、俺だけはちゃんとしとかなくちゃいけないみたいな。今19、20歳ぐらいだけど一番大人だもん。偉いな、それ。え、マキさんのとこってお兄ちゃん2人で弟2人でしょ、うん、お兄ちゃん1人で弟が2人なんですよ。弟4人なの。弟かわいいやろな。弟かわいい、かわいいよな。私本当にもう何があっても、うん、この何世界の、うん、何を守るっつったらもう絶対弟を守るわ。弟2人とも、かわいいな、2人とも、へー、もうかわいい、へー、なあ、うん、かわいいな。もう絶対あいつらが何かで殺されたりしたらもう絶対殺しに行こう。殺されたら殺す、考えすぎの極端なの。誰が殺すよ。何かで通り魔とかであったりしたらもう私絶対もう女優やめて
もうそっちに専念するわそっち殺しの方に、うん、それくらい好き。5つ下の妹がいるんですけど、うん、喧嘩ないですか？全然ない。全然なかった。喧嘩するしますよ。しそうよね。めちゃめちゃ言いますもん私が銀座でホステスやってるんですけどね、うん、妹は世の中を舐めてんなよ。いいんですよ、舐め切ってるの。お姉ちゃん世の中金やでと言ったりするぐらいの。あ、すごい舐めてんの。でもお前はふざけてると、うん、15階建ての15階に住んでるわけですよ、うん、すごいね。22のガキがで遊びに行ったら、ね、お姉ちゃん眺めええやろとか言ってる。なんかかわいそうなお前。悪い方がちゃった。悪いよあいつは。もうすぐ悪いやつ。あ、そう。そうなん。弟な、弟ってなんかいいよな、可愛いよな。可愛いね、うん。電話とかしたりする？たまに。するする。なんかすごい高いところでご飯食べさせてあげて帰ってくる。それやりすぎやわ。うん、私にもしてよ、それやったら。いや、なんで育児したい？意味わかんない。めっちゃええやん弟。年上じゃん。弟すっごい。いやもう優しすぎる。それは優しすぎるかな。私なんか妹に奢ってもらってますからね。妹なんか稼いで、うん、お姉ちゃんお茶しに行こうかとか言って、うん行こう行こうって、うん、お姉ちゃんケーキ食べるって言って、うん、こんなんなんだよ。15階住んでるからね。15階住んでるもん。すごいね。すごいまったりしてきたね。ね、ご飯食べた？おにぎり食べる？2人とも食べますよ。初めて会った時よりでもやっぱ痩せた感じはする ね。それよく言われるんですけどね。マキさんも昔に比べたらちょっと痩せましたね。どんどん痩せていくもあったら、ね、なんで食べ物に興味ないんですって、うん、ない。美味しいものをちょっと食べたいとかもない？あんまり美味しいと思わない、ね、そう、それ味覚がおかしいじゃん。じゃあ食欲みたいなのもない？そんなにでも食べたいとは思うんですけど、うん、思ってもそんなにだから食べたい。じゃあ今何が食べたい？今日は今日は何を食べたい？とろろそば。そうなの。とろろそばすごい好きなの。あーあれな、多分それを食べると思う。じゃあ食べる欲ってあるじゃん、その他の欲はあるわ。うん、私は寝るの好きやな。あー寝るの好き。大好き。食べるより眠る方が好き。どれぐらい寝てんの一日？8時間かなやっぱり。そうなの、うん、最長で。うん、私も8時間だね。本当ですか？健康的ですね、うん、私12時間やから。12時間寝るの、うん、私平均睡眠時間が12時間だから。なそれ、うん、燃費悪いな。おかしいよな絶対に。病気や。病気って検査しに行こうかな、うん、検査しに行き。おかしいもんな。変な病気かかってるんじゃん。この前だってなんかテレビの、うん、肉特集みたいの見て吐きそうになったもん。あ、見ただけで、うん、そうそう悪いって思って、うん、病院行った方がええで。病院行こうか。病院行き検査しようかな、うん、病院なんか私ほとんど行ったことないわ。あ、そう、うん、風邪ひくと病院。体には十分気をつけて。そう、それでは今日も素晴らしい一日を。強い薬をくれる。結婚して、尿道子供。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。家族にしたらそれだけでテレビついてくるで。